向かってます。今日の釣り方も、アジの泳がせです。最近イワシがだいぶ少なくなってアジを釣って煮魚とかを狙っていこうと思います。とりあえず10月の漁業の収支がこちらです。まあ漁業全然してない感じなんですけど、漁業になってない感じなんですけど、こんな感じです。一番右下の30何万とは書いてあるやつが2019年の累計ですね。漁業っていうか、まあ海のことで使った、漁業って言ったらなんか怒られそうなんで、海のことで使った金額です。それには船の購入代も入ってます。まあ経費ということで、確定申告の時は経費扱いじゃないんですけど、経費扱い、なんか多分資産になると思うんですけど、とりあえずここでは経費として足していきます。まあ主な収入は年始の今年の初めらへんのひじき量が大きい収入ですね。その累計の上のやつ、上の数字が、月間のあれですね、月間のあれ、月間の金額です。10月はもうほとんど自分の家で魚を食べてました。であと親戚とか知り合いに配ったりしてました。そしてまあ他の釣ったやつは船長にガソリン代としてあげてましたね。なんで全然市場に出してないです。自分はその他にお仕事してるんで、個人事業主なんで、そちらの方で生活費は稼いでおります。今日のお客さんは1名です。収入が全然ないからこんな感じや、こんな感じで竿を追ってたらだいぶダメですね。潰れます。潰れるっていうかプラスにならんです。もう今年竿は4本追ってます。まあ船長と一緒の手釣りにしようか考え中です。でもまあやっぱ電動リールの方は回収とかが早くて楽なんじゃないかなって思ってて、なかなか手釣りに変えられないでいます。おはようございます。今から出港しますよ。なんか蚊ができたんですか？毎度おなじみのノルクイーンでございます。今日もよろしくお願いします。本日はあれを上納っていう、なん納品じゃなくて貢ぎ物、そうです。あれを貢ぎ物として持ってきました。おお、ありがとうございます。アジをあれに貯めて生けすの中に沈めとくという作戦です。なるほど。いつもアジすくいにくいけんですね。あれでたまたま部屋に転がってたんで、こっちに短くなりました。うわめっちゃ簡単なロースだ。今日はこんな感じです。ちょっと待ってください。あれを合わせますね、フォーカスを。フォーカスが合わないです。無理です。無理。まあ、
大丈夫と思います。こんな感じを後で貼り付けてください。あ、今見えました。見えました。見えました見えるから行けますか。よし、よし、こんな感じです。今聞いてます。はい、そしたら味から釣っていきます。味から釣っていきます。味を生かしとくやつはこんな感じになりました。吊るしてあります。今日の朝日は格別です。なんか赤いですね。黄色とかじゃなくて太陽が黄色く見える。何のことですか。赤くないですか。何のことですか。まあ、来たね。先頭に変えたら行きます。ですよね。あれ調子いいっすか。カンパチですからね。そこまでな、ここまでの引きじゃなさそうなんで。まあ、結構引いてますね。結構引き寄るっすね。あー、平松さん、おー、すげー。はいはい、はい、はい、こう握りましょうかね。あれ元気っすね。元気っすね。ああ、よしよし、もう一回よし。ああ、おめでとうございます。やったー、やっとポーズできるぞ。カメラに平間さんすか。ああ、すごいいいですか。ああ、平間さんみたいね。はい、やりましたね。やりましたよ。Thank you.
顔が硬いから下向けてます。あんまり跳ね上げよったら、まあでもな、良くないと思うんで。はい、あ、待ってます。待ってるんですか、一緒か。はい、作ってやる。あ、引っかかっとるのかな。引っかかっ、引けてるの。いや、俺です、俺です。あ、落ちてる。あ、待ってんな、逃げるじゃん。いますか。平間さんっぽいかな、なんでしょう。おー、ありがとうございます。来ました。当てんなよ。ダブルでヒットですね。平間さん増えてきたんすかね。数釣れたらいいですね。やりました。ダブルヒットです。ダブルヒットです。平間さんです。平間さんです。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。3本目ですね。上がれば、まあ上がるし、もうちょいになったら言ってください。え、いや、そっち行こうか。もうちょい上げて、よし、はいはい、よし。見えてきた。横に行きますね。平間さん。はい、大体わかります。もう、はい。あのとこ行く。あ、あ、ちょっと。よし、でかい、おめでとうございます。でかいっすね。はい、いいっすよ、そこ。あ、はいですね、平間さんですね。3本目です。グッス、
結構